が終わった後にでも会えたりしませんかね。あなたの声が大変素敵だなって思ってなんて風に下がった男からの電話はしょっちゅうだ。もうその原因だよ。聞いたことあるだろう。昔リブのチームが丸ごと全員行方不明になったって話。でもあれって都市伝説みたいなもんだったろ。つかお前ら相変わらず似たような格好してんな。双子見て。双子じゃねえから。楽しいゲームを始めよう。もうゲームは始まってるってことかよ。俺ライムなんてやったことねえぞ。ボーセットやめろって。ライムネーム水木。ライムが流行ってからみんな新しいことに夢中になってリブに飽きて、そしたら簡単に捨てちまうんだ。所詮はリブもライムもゲームだ。みんなより新しくて面白いものを求める。もしか深く受け入れろと願えば、マスターは相手の頭の中に自分の意識を滑り込ますこともできる。ただし頭の中に入り込むということは人間の肉体という鎧を介さず無防備な相手の意識と向き合うことになる。その時の行動発言次第では相手の意識を壊すことも理論上可能になるということだ。はあ？ただ心配だから助けたいとか理由だっていろいろあるだろう。わかんねえ。全然わかんねえよ。ああそうか、俺狙いってことか。はあ？ちょっと待て年下、待て。お前がもう少し俺のことを考えてくれて無茶しないって約束してくれるんならな。あ、まあ何しよう、俺の方が年上でお兄さんなわけですから。そういうのはうぜえな。うるせえよ。熱くなってきた。痛むんだろ。俺はノイズを助けたい。ノイズ、俺はお前の中に入る。